年のハイヤ娘です。牛深へいらっしゃい。ようこそこの牛深にお越しいただきましてありがとうございます。本当に朝早くからこんなたくさんの方々が、この会場に足を運んでいただきまして、関係者一同本当に感謝いたしております。昨日から前夜祭がありまして、そして今日と明日と2日間第51回牛深ハイヤ祭りようやく開催することになりました。どうぞ2日間皆様方この牛深で牛深ハイヤを堪能していただきたいかと思います。ご紹介いただきました天草市長の馬場でございます。本日は第51回、牛深ハイヤ祭り、このように盛大に開催されますことを心から感謝と、御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。はるばるですね、この高森町の、草村町長が去年に引き続きまた、この牛深の地に、やってきていただきました。本当にありがとうございます。高森町長はですね、草村町長は実は来週日曜日ですね、が選挙になるんです。それなのにここに来ていただいております。皆さんどう思われますか。拍手で、お送りいただけたらと思います。本当にありがとうございます。はい、本当にですね、このようにこの牛深ハイヤ多くの方々が、ぜひ盛り上げようということでお集まりいただきました。そしてまた皆さんの熱気のおかげでこの雨も上に上に押し上げていただいてですね、雨が降らない状況に、本当にこれも奇跡かなというふうに思って。おはようございます。ご紹介いただきました阿蘇の高森町町長の草村でございます。馬場市長から気合が入ったあのエールをいただきました。実は選挙でございます。お知り合いがいらっしゃった場合にはどうぞよろしくお願いします。前もですね、中村前市長からですね、時代から、海と山の横軸の連携があっていいじゃないかと、つまりですね、熊本県の観光入り込みは天草、牛深、阿蘇、この横のつながりがないとなかなか発展しないんじゃないかと、中村樹市長からですね、アドバイスいただきまして、もう10年ぐらいこの横軸のですね連携を行っております。馬場市長につないでいただきまして、それからもですねハイヤが今回フルハイヤになるということで、ずっとですねずっとこの日を待っておりました。ですから実は選挙の時も来たわけでございます。奥六熊本歌劇団と漫画の題材を演劇として取り扱う、そして女性だけの歌劇団ということで、活動をいたしております。今日は奥六の女性陣の歌劇団の方もこの3日間ですね、一緒に参加させていただきます。どうぞですねこれから
山と海、要は海、天草と牛深と山、阿蘇、また南阿蘇、高森町、横軸連携続いていきます。今日のですね、このフルになったハイヤーがですね、さらにさらに今回皆さんに楽しんでいただいて、私たちも一緒になってですね、盛り上げていきたいと思います。最後になりましたが、牛深の市民の皆さん、そして天草のですね、全市民の皆さん、そして全国から来ていただいているこのハイヤーを楽しみに来ていただいている全国の皆さんがですね、この3日間楽しく事故がなく正解に開催されますことをご記念申し上げまして、ご挨拶と返させていただきます。おめでとうございます。ありがとうございました。草村町長様、ありがとうございました。さあ、お餅をたくさん取って帰ってください。それでは餅投げをスタートです。よく出町者が使うハンカチ、ハンカチ、シルクと言います。このシルク、実はとても不思議です。今から私の右耳にシルクを詰め込んでいきます。これちょっと痛いんですけど、今ね、
お嬢ちゃん見える？耳の中に今ねハンカチ入れてるの。真似しないでね。入っていきます。あー、 OK、 入りました。入ったでしょ。で、皆さん喋らないでください。いいですか。で、こっち、あ、来た来た来た、ほら、あ、来た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 、ほらハンカチが、ちょっと脳みそついてる。で、瞬間にすごくない？マジック上で、マジックを見る上でね、大事なことを言うのを忘れてました。まず一つが、それ見たことあるって言わない。あともう一つが、見破らない。これ大事ですよ。まだまだ見破ってないと思います。もう一回いきますね。もう入れますよ。皆さん種明かししたいでしょ。わかりました。入れますよ。入れて、ここが大事。痛いです、ここが痛い。で、入った。え、持ってないよ。左手、こっち。さすがですね、最近の子はなかなか鋭いんですが、残念。あれ、どこ行った？ってことはやっぱりこの耳から出てくるんです。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちオクロック熊本歌劇団と申します。オクロック熊本歌劇団知ってるよって方どのぐらいいらっしゃいますか？あ、いらっしゃる、たくさんいらっしゃる。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、知らない方もですね、たくさんいるかと思うので少しご紹介させていただきます。私たちオクロック熊本歌劇団はこの牛深の友好都市であります高森町を拠点に活動している女性だけの歌劇団です。そして今からですね、皆様にご覧いただこうと思うのはその高森町の伝統芸能風神太鼓でございます。高森町の伝統を守り伝え、そして未来に残していくために、結成されましたオクロック太鼓部。その魂の鼓動をこの雨を吹き飛ばす勢いで今日は牛深の町に響かせたいと思います。続いてご披露いたしますのはこの牛深ハイヤ祭りがもっともっと盛り上がるように私たち心を込めて叩かせていただきます。それではお聴きください。晴れ。
ね、一緒にやろう。上にもあるね。すごいね。お兄ちゃんの作りたいよね。ね、一緒にね。お兄ちゃんと一緒の作ろうかな。お兄ちゃんではない。お兄ちゃんじゃない。山くんさ、山ちゃんよりもお兄ちゃんだけど、僕見ても赤ちゃんなの。山くん、これもうちょっとねじねじしてもらおうかな。ね、ねじねじしてもらおうかな。な、はい。なんかねじのところも。これね、ここね、こっちにも。そんなじゃないの。
はい、ちょちょんがちょん。左足は前に進めるんですよ。右足を戻さない。あさよいよい。はい、出して引いて、歩いて歩いて出して引いて、ちょちょんがちょん。出して引いて、出して引いて、出して引いて、出して引いて。なかなかこの人は皆さん上手いですよ。ちゃんとリズムに乗れてます。さあ、そろそろ先生、いい感じですけれど、どうでしょうか。リーダー大丈夫ですか。リーダーじゃないです。意気込みを初のハイヤ踊り頑張ります。頑張ります。元気あります。もう結構練習したんで。あ、じゃあお願いします。はい、初めてなんですけど全力で踊っていきたいと思います。はい、意気込みをお願いします。頑張ります。中野県民頑張ります。はい、どうお願いします。頑張ります。はい、はい、大丈夫ですか。踊り覚えました。なんとか頑張ります。寒いですけどやっぱり午前中雨だったんですけどようやく晴れてきたんで頑張ります。みんなではいやー牛深ハイヤー楽しみます。遊び来てください。ありがとうございます。ここは、チームは何ですかね。天草市役所です。あ、市役所ですね。はい。下手な踊りですけど、よろしくお願いします。頑張ります。
ては高森町の皆さんです。はい、熊本県の最東端阿蘇は高森から今年もシルクハイヤ祭りにやってきました。この前本当に高森に行ったんですよ、桜を見に。え、何しに？だから桜を見に聞いてる？あ、酒は飲んできたんですか？いやいや、酒は飲んでないですけれども、桜を見に行ってきました。高森千本桜、千本桜綺麗ですよね。綺麗でしたよ。あの湧水トンネルが、はい、何年、新しくなったんですよね。また綺麗になって、あの水は美味しいし、水が美味しいから多分酒も美味しい、ね、そうなんですよね。ずっと酒の話してますよ、ね、いやもう高森に行ったの酒で。まあ確かにですね、レイさんがね有名ですもんね。あとで振る舞われますのでね、美味しいお酒を飲みたいと思います。この総取りも終わった後、終わった後です、ね、丸開きもありますから、ね、ちょっともう手が震えてきそうですけど禁断症状。熊本歌劇団のステージが始まりますよ。ありがとうございます。嬉しい。オクロックを知っている方も知らない方もどうぞどうぞ前の方で見ていてくださいね。さあ、わしは熊本城の初代城主加藤清正様のもとで働く力持ちの人足の横手五郎でございます。どうぞよろしくお願いします。あったかい、たくさん人がいますね。それそれそれ、あずきを届け。
クロックスペシャルステージ盛り上がっていくぞ。今日はじゃあハイヤーを踊ろうと思って来られたんですかね。はい、そうです。木曜日からね、夜が泊まってちょっとも昨日も踊らせていただきました。今日のオクロック熊本歌劇団のですね、はい、舞台があったんですけども、はい、いかがでしたか。はい、昨日見させていただきまして、今日は音だけなんですけれど、すごくね宝塚みたいで良かったです。はい、もう嬉しかったです。なんか宝塚かなって最初ね思ったぐらいでした。ありがとうございます。はい、いかがでしたか。良かった。良かったですか。どんな雰囲気で。とても良かった。はい、遠くから来ていただいてありがとうございます。もうなかなかね、こういうにぎわいも牛深もなかったもんですから。今日はちょっと福岡の北九州の方から来ました。はい、昨日から来られたんですかね。そうですね、鹿児島の方に宿取ってフェリー乗ってこっちの方に昨日から来てます。そうなんですね。はい、いやすごく良くて、今度ちょっとこっそり見に行こうってさっき話したんですよ、友達たちと。あ、そうなんですね。はい、グッズも買われてるみたいですね。はい、ちょっとファンになりました。すいません。よかったです。はい、すごくパワフルで、声も男の人のような声なんですけど、歌う時はちょっと女の人のような声でちょっとドキッとしましたね。すいません。はい。はい。はい。
ありがとうございます。この度はハイヤー踊り名人おめでとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。いただきました。もう毎年来てます。ここには各地のヒット校の人たちと一緒に。そうです、そうです。ハイヤー踊り、そうですね、ちょうど天草のチームが、はい、牛部からここの市議会議員の浜坂さんという方がこの赤の衣装に惚れて、天草のブルーとこの赤に惚れて、ね、ぜひ来てくれということで、それからの交流ですね。はいはい、今日は、あそから、どちらですか？4名。4名、高森から4名です。全然高森からです。気分はいいと思います。練習もされて。練習しました。これが高森なんですから。ああ、はい、そうですね。ありがとうございます。これが高森のあれで、そう、気がついていつもお取りをすることにはしてるんですけど、お顔をねなかなか取ることができないので。ああ、そうですね。面かぶったら分かりますね。そうですね。面かぶるから何でもできるんだよね。ああ、そうそう。さっきあったもん。そうなんですよ。あったんで。少なくなってきて。まあ、いつもは2日間で出たんですけれど、ちょっと手違いがありまして、今日は今日1日だけの参加になっています。高森町も来てたんで、知ってたんでね。じゃあ最後に今日の意気込みをよろしくお願いします。はい、頑張ります。3名でね、高森パワー出します。ステージ、いや楽しかったです。すごい天気も良くて、天草だけ晴れらしいですね。すごい皆さんも盛り上がって、熱気がすごかったですね。楽しかったです。今から、はい、総取りです。総取り、どうでしょう。去年は多分短かったんですよね、距離が。で、今年はすごく長い距離を飛躍力ということで、みんなで頑張って。まあでも楽しんでできたらいいなと思います。めっちゃ楽しかったです。いやもう本当2日目にこんなに晴れるとか、オクロック持ってますよね、本当に。持ちすぎ。最高でした。いやもうこんな1300名って言ってました、さっき。すごいですよね。しかも前回橋だけだったけど、今回回れるので、もっとたくさんの人に見てもらえるのかなって思うので、楽しみです。はい、すっごい楽しいですね。本当にたくさんの人が集まっていて、去年に引き続き牛深に来られてめちゃくちゃ嬉しいです。楽しみます。過激にタコモリーよっしゃね、高森町の皆さんですが、前の方はオンブロック熊本歌劇団の皆さんもこの火曜日の、ね、農場にも参加してくださってます。あれは花の刑事の加藤清正
おお、そうじゃそうじゃ、そうじゃそうじゃって、なんで私までそうじゃになるの。ね、昨日からですね、もうイベントステージの方でもですね、本当にお客様にね楽しませてくださって、先ほどもステージがね済んだばかりでね、疲れ知らずでしっかりと踊っていただいております。いや、もう本当どなたとは言えないんですけど、どなたもどなたも、そうですよね。横手さんもほら、今日も元気に踊ってくださってますもんね。あ、力持ちで何かをあげていくんじゃないですか。さすがお月のものですからね。あら、やっぱりこの本当にこう、キレキレの踊りというか動きと、この笑顔を組み合わせるっていうのは、やっぱり本当に大物なんですね。そうですよ。ね、オクロックの元歌劇団、女性だけのね、歌劇団になりますけれども、本当、こう、もう死んだでもね、お馴染みになりますからね。フリスペックの、そうですよ。ありがとうございます。そしてね、高森町の皆さんもですね、斉藤丹阿蘇は高森から今年もね、アイアン祭りね、本当に毎年ね来てくださってありがとうございます。この4年間非常にこう祭りの実行委員会としてもいろんな格好で難しい判断をさせられたわけですけども、もうこの令和5年になってコロナも収束方向に行く中で、なんか牛深の方からですね、やっぱり元気を全国に向けて出そうということで、もう先般昨日草村町長さんおいでになったんですけども、みんなこの春一番のイベントの一つとしてこの牛深ハイヤ祭りが挙行するかどうかによって後の続いているそのイベントが注目しているということで、非常に今回やっていただくことが次の他地区のイベントに対して影響するということでお話がございました。それと合わせて、前天草市長であります中村市長の時代から高森町とは山と海の交流ということで非常に歴史がございます。そういったことで今回
選挙期間中にもかかわらず草の所長は町長さんはわざわざ来ていただきました。そういった意味でもうこれ以上にですね、これを機に、これ以上に高森町と旧天草市この牛深とですね、いろんな海と山の交流を広げていって一緒になって、頑張っていきたいと思います。おかげで、この3日間ハイヤ祭りを挙行することができました。本当に感謝いたします。それではこれをもちまして第51回牛深ハイヤ祭りを閉会をしたいと思います。